マグナムブースターザターンは福岡県北九州市に存在した遊園地スペースワールドのジェットコースターの一つ2006年4月29日に登場なおザターンというネーミングは土星にザターンを引っ掛けたものインタミン車製ジェットコースターで油圧ローン値によりスタートから約3秒で最高時速 130km に達し高さ 65m 角度89度のタワーを駆け上り、急降下するアクセラレーター、いわゆるロケットコースターである。その速さとコース全長から、総時間は約40秒と短い。宇宙病、GNS を治療、予防するための大型医療機器の一種というテーマがあり、プラットフォームが処置室という設定であることから、全体的に病院をイメージさせる外装が施されている。 乗車時ゲートが開くときには、クルーが、それでは次の方、どうぞ、というスピールを行い、これも、病院の受付を意識したものである。スタートの前には、心電図のブザー音のような BGM と心臓の鼓動音が鳴らされ、クルーによるジョークの混じった説明がある。その後、操作室のクルーから、アルファ、ブラボースタンバイ、のコールがあり、乗り場操作室側のクルーが、 OK とコールした後、再び操作室のクルーが、それでは始めます。ブースタースイッチオン、とコールする。それと同時に、スタート前になっていたブザー音のペースが速くなり、新停止の PEE という音の直後、イグニッションのコールで発射される。発射前の説明の中では、乗り方の種類、スペースワールド内の他のコースターとのスリルの比較、右側の座席の方が、 スリルが高い、世界各地にある同じコンセプトのジェットコースターなどの豆知識が語られる。乗り方の種類として語られるのは以下の4種類であり、下に行くほどスリルが高い。また、足を交差させると、さらにスリルが増す。発車前のアルファーブラボースタンバイの号令は、乗り場操作室側のトークを行うクルーをブラボー乗り込み、口側のポケット内の最終確認や、 プラットフォーム人数調整を行うクルーをアルファーと呼んでいたことに由来する。ザターンを発射させるには、このアルファーとブラボーのクルー、それに操作室内にいるクルーを加えた計算名が、同時に発射ボタンを押す必要があった。また、ファンの間では操作室側のクルーがつけているマイクを、ブラボーマイクと呼び、親しんでいた。イグニッションのコールの前にはアドリブが入ることもあった。 通常時には、頂上65メートルからの景色も楽しんできてください。イグニッション。ザターン発射まで5、4、3、2、1、イグニッション。ザターンで一番怖いのは、最初の直線です。しっかりと目を開けてお楽しみください。イグニッション。などのコールが行われる一方で、閉園直前には、ザターン発射まで10、9、8、7、6、イグニッション。 雨にも負けず、風にも負けず、時速130キロのジェットコースターにも負けず、イグニッション、絶叫マシンの苦手な方に、ザターンでのコツを教えます。頑張れ、イグニッション、などとユーモあ溢れるアドリブのコールも聞くことができた。車両運用は、2016年までは赤、木の2種類のライドを日替わりで運用、繁忙期には荷台による運行を行っていたが、 車検等の関係により2017年から赤ライドの営業運用は終了し、キライドを黒く塗装してカラーリニューアルを行い、黒ライド1台のみで運行を行っていた。赤、キライドの前方にはザターンのロゴマークがマーキングされていたが、黒ライドはこれと異なり、ツボ押しザターンと描かれたロゴのラッピングが施されていた。赤ライド営業運用中止後も、 毎日の営業時間終了後に、車庫のライドの入れ替えのため、赤ライドが一度だけ無人で運行するため、ファンの中にはこれを見学するために受付終了後も、赤ライドの運行を待つ者がおり、伝説の赤ライドとも呼ばれていた。また、コース形状の特性上、車両が65メートルの山を越えきれず、逆走することがあり、ファンの中にはこのロールバックへの乗車を狙い、 あえて悪天候時に来園するというものもいた。カモリ観光により、相手方不詳で国内、または海外への売却されることが決定されている。ありがとうございます。